ももさんといえばやっぱり誰もが羨むつやつやなお肌じゃないかと思うんですけれどもその美の秘訣は一体何でしょうかそうですねやっぱり私はよく食べることを意識してて、えっと他は最近ちょっとこだわっているのはあの化粧水だったりをその温度に合わせてあのメイク用の化粧品用の あの冷蔵庫みたいなのを買ってそこに保管しながら使うことにはまってます。専用の冷蔵庫。すごいですね。今日はちょっと取っておきのももさんのなんかねチップを一ついただいたような気がします。まあ、保湿というのがとても大事ということですよね。はい。今日のももさんのメイクもウォンジョンヨさんがメイクをされているんでしょうか。そうですね。もちろん今日のメイクはウォンジョンヨさんにやってやらやらっていただきまして。 私は本当にほぼ毎日のようにやっていただいています。もうこのトワイステモモの完成はもうワンジョイヨさんのメイクって感じですね。今日のモモさんのメイクのポイントを教えてください。もともとモモさんは肌がとても綺麗です。ですのでそれを活かしてさらに美しく見せたいと思いました。また肌のツヤを活かすメイクがとってもあの。 お似合いでですのでそれを表現ししたたいいと思いましたそれからアイメイクなんですけれども陰影感を出すためにグリッターを活用していますそういった陰影感を出したアイシャドウが似合うと思いましたそれから今日のイベントに合わせてですねこの雰囲気と衣装に合わせてブラウン系の色を使いました。 そうすることで目のあたりがもっとぱっちり見えてですねそれから洗練された感じを出せると思いましたそれから華やかさを出すために目の下にグリッターを入れましたそうすることでまた洗練された雰囲気もさらにアップすると思いましたそれからリップなんですけれどもワントーンカラーの方が似合うと思いましたそのワントーンの雰囲気をしっかりこなせる方なので そうした唇、そうすることでですね唇の血色も良くなると思いますし全体的に調和すると思ってそういうところを心がけて演出しました。